そんな感じで、もう何回目か忘れましたけど、まあ、何のカレーになるんです。今回の、多分読書会では一番ボリュームがあったので、読み終えるのが結構大変だったんじゃないかなというふうに思うんですけど、去年あの、ドストエフスキーのよく比較される、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟をやっていたので、まあ、今回はトルストイをやっておかないといけないんじゃないかなと思って、はい、やっている次第です。で、画面共有で上げてますけども、大体いつも、当時の背景みたいなものと、作家のことと作品のことっていうことを大体10分ぐらいで話しているんですけど、ここだけちょっと公開で話しさせてください。で、まずですけども、トルストイですよね。で、トルストイっていうのはやっぱりドストエフスキーのやっぱ対照的になるところだったときに、この人はあのドストエフスキーはいわゆるこう大衆寄りというか、いわゆるこうプロレタリアというか労働者の立場にあったりとか、あと彼作品書いてるってぶっちゃけた話、あの、ギャンブル中毒だったりこう精神病んだりするんですけど、あの割とそのために作品書いたりとかしてるところがあると思うんですけど、まあ、トルストイの場合はそれとは違って、もともと生まれは裕福ですね。あまり勉強はできなかったんだけど、とりあえず裕福の生まれに来てたっていうところがあって、まあ、その中であの豪邸というこのヤースナ・ボリューナっていう地域のものをやった中で理想主義を貫いていくわけですよね。だからこの今日の本の中にもそれが反映されてますけど、自分は金持ちだけどそのことをむしろ恥じていて、あの農民たちをこう感化していくみたいなことをやったりとかするんですけど、あの小説と同じように、今回の本と同じように挫折したりとかする中で、まあ一回ぐれたりとか、もしくはその中で戦争に自分から志願していって、戦争の現場を見て、直接は会ってないけどナイチンゲールとかがいるような時代でクリミア紛争とか参加する中で、彼はなんか戦争というものは虚しいっていうのがね、平和主義であったりとか、教育とも興味を持っていくわけです、ね。なんか本当に理想主義の中では、あの僕正直言うと今回あの調べてて結構なんだろうな、結構金持ちのボンボンがこう結構言ってるのかなと、意外とすいません僕が反省するんですけど、結構ちゃんとしてるなと思っていて、何回か挫折はしてるんだけど、まあ最終的には自分ができることに着地してるところがあって、作品生活をする一方で自分の豪邸の中に、子供向けの学校を作っていた、いたりとか、あとまあ本にも反映されてますけど、農事調停官っていうのをこうやって、そういう体制側と、農民との間の利益調整を図るみたいなことをやったりとかして、まあ、でもこれはあの小説と同じように、まあ、退任してるわけなので、そういうことをやってたっていうことは結構面白いなと思いました。なのであのドストエフスキーもすごい世界的には有名だと思うんですけど、あのトルストイ行った時にその本の世界だけじゃなくて社会事業家として割とあの、ロシアの教科書、子供教科書を作っていたりとか、あと貧困層に直接援助をしてるっていうところは割と活動家って面はあの今回ちょっと勉強して知ったのかなってところがありました。でそんな彼なんですけど、やっぱ後半はこの作品は結構絶頂期に書いて、あんな彼にはそうだと思うんですけど、この作品を書いた後によりさらに宗教へと転向するところがあって、まあ、つまり宗教運動にのめり込んでたところがやっぱり彼の、小説家じゃないところの大事さかなと思っていて、まあ、具体的にはあのロシア正教問題があると思うんですけど、トルストイ運動っていうことを立ち上げていて、これがあの、ガンディですね、インドのガンディ独立運動につながっていくって話は知らなかったので、そうなんやと思ったりとかしてて、まあ、その中であのロシア正教から波紋を食らったので、あの 西洋の人にとってやっぱりその宗教から波紋されることってのは結構自分の人生を否定されるぐらい結構すごいことだと思うんですけど、まあ、それをしたことによって彼が亡くなった時に、あの映画ではそういうシーンがあるらしいんですけど、いわゆるこうロシア正教の人っていうのはもう、居眠りをして完全にほったらかししてたようなシーンがあるみたいな、そのロシア正教とのこう対立の話であったりとか、あとそういうことをしていたので、あの、ロシア正教と結びついている、まあ、政府あの政権とも結構ガチガチだったっていうのは結構知らなかったと、あの勉強になったと思います。あとまああの何年以前か忘れましたけど、自分のちょっと昔の作品の著作権とかっていうのは完全否定した、受け取りを拒否していたりとか、あと自分は裕福だったけどその、財産をどんどん分け与えていったので、あの家族ですね、私が奥さんと、子だくさんではあったので、奥さんとの、まあ、いわゆるやり取りみたいなのがある中で、あのかわいそうに奥さんは、三大悪妻の一人、つまり、
私のせいで、トルストイは死んだみたいなことを発言したところ、そういうふうに言われてることもある一方で、本当にそうだったのかなみたいな、家族との対立話っていうのは、すごい思うところがあるかなと思いました。まあ、そんな彼は、いわゆる家出を何回かする中で、家出をして、家から最寄り駅のところ、小さな無人駅みたいなところで、死んでしまって、まあ、その葬儀には1万以上の方が来たっていう人なんですけど、割と僕はドストエフスキーの方が正直好き、作風としては好きだなと思ってたんですけど、社会起業家としての面、社会活動家としての彼の面っていうのはやっぱすごかったんだろうなってことは想像するところがあったりとかします。まあ、そんな彼は、いろんな人に影響を与えていて、まあ、ロシアの作家にももちろん影響を与える中で、まあ、反体制が、帝政ロシアの人だったんで、反体制、つまり、ロシア革命とかに関わった人とか、ソ連の人たち、ソビエト政府の人には結構、まあ、シンパシーが多くて、まあ、レーニンの愛読書であったりしたりとか、あと、あれですね、まあ、いわゆるこうアナキストっていうのは、ムセルシュは、まあ、人気だったってとこあったりとか、あと、まあ、ナポコフですね、最近僕の中ですごくナポコフの存在感が上がってきてるんですけど、いわゆる一般的にはロリータって有名な作家だと思うんですよ、亡命ロシア作家なんですけど、彼も結構いろんな文学批評をする中で、いや彼はロシアの、まあ、作家では最高だってことを言っている中で、今回のアンナ・カレーニナの中では前半の部分の描写、特に、子供が列車遊びをしているとか、こうスケートのシーンあたりのことをすごく厚く飾っているらしいんですけど、結構ナボコフの表っていうのは僕は結構厚にしているので、あ、そうなんだってことを今日も読んでいたなって感じました。あとは、まあ、西洋ですね。西洋っていうのは、まあ、ヨーロッパの中では、いわゆるこう、まあ、反政府というか、こう、政府に物申すのがロマン・ローランであったり、トーマス・マンであったり、まあ、いわゆる作家がガンディに影響を与えたりとか、あと日本だと、森鴎外とか幸太郎藩って言われる、こう、主流派である一方で、お金持ちから、トルストイに無邪気に憧れていた武者の小西さんにあったり、有島武雄であったりとか、で影響を与えたっていうのは読んでて、ああ、すごくわかるなって思ったりするんですよね。まあ、このあたりは結構来週やる日本文学とも全然リンクしていて、田山火災とか、いわゆるこう、ちょっと、貧乏な、ちょっと貧乏な田舎の人が、こう、やってる動きという、それとは別に、現実と向き合おうとした白樺の動きっていう中で、少なくとも僕の中ではこの白樺がトルストイ好きだったっていうことが今回読んでいてすげえ分かるなっていうふうに思ったりとかしました。あと日露戦争の時に、そんなトルストイは、ロシアの皇帝と、日本の天皇さんにもう戦争をやめろっていう手紙を送ってたらしいんですよ。でそういった結構起きた状況に対する動きをしていく中で、与謝野晶子が、君死にたまることなかれと弟が出兵する中で出した本ということに勇気を与えたって話を聞いていく中で、割とそうですね、アクティビストですよね、本当そこの面には結構小説家としてより僕は結構思うところがあったなというふうに思いました。まあ、そんな、作風としてのアンナ・カレーニナっていうところに触れていくと、この作品は1877年に発刊されていて連載ものです。なので前半の部分から後半にかけて変化していくっていう作品として見るべきだと思うんですけど、少なくとも2007年の、まあ、僕らじゃなくて欧米で決める話ですけど、世界文学史上ベスト10の1位に選ばれている作品で、まあ、1位に選べるかいいというわけではないですけど、1位ってなかなかなれない本なんで、やっぱりかなり普遍的な魅力があったんではないかなというふうに思いました。まあ、そんな作品の、分かりやすいところから言うと2人の主人公がいますね。アンナ・カレーニナっていう、こうアンナという女性の話、それとこの作品の面白いところは、リョービンっていう完全にこうトルストイが本人だと思うんですけど、この2人の主人公が、対比されながら描かれてるんですけど、あまり絡まないところがすごく面白いと思うんですけど、まあ、そんな2人の主人公っていう作風の面白さ、あと描写がすごく回りくどいように見えるけども的確というかすごく写実的なところであったりとか、あと言葉が全て伏線になってるってところが結構やっぱ読み応えになってるのかなと思ったりとかしましたっていう作品の特徴。それとアンナっていうものが、これ初期設定はめちゃくちゃこれ不細工なんですよ実は。なんかそこら辺であるんですけど、最初はアンナっていう設定は美人って描かれていなくて、外見も太っていて醜いんだけど、ちょっとこう社交的なみたいな感じだったキャラクター。つまり、トルストイにとっては、あまりそんなにこう、なんだろうな、
いそうだけど、そこまで魅力的じゃないって描かれたかったはずなんだけど、それが書かれていく中で、どん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 魅力的になっていくっていうのは、多分作家の中でも変化があった気がしていて、おそらくバーバリー夫人の影響もかなり受けてると思うんですけど、トルストイ自身が、これは私の養女ですみたいなことを言ってる発言があるんですけど、アンナというものが最初はいわゆるこうポバリュ夫人とも共通している、まあ、不倫もの、ね、恋愛貫通家庭小説っていう面があった一方で、中盤から後半にかけて若干こうレイヤーが上がっていくんですね。そういったよくある日常話ではなくて、まあ、リアリティがある日常から、都市と農村の対立であったりとかっていうところに移っていく中で、これはトルストイ自身も完全に重なっていくんですけど、アンナ・カレリーナっていう、まあ、簡単に言えばただの不倫した女性みたいな、軽い女性みたいなところがあった人が、どちらかといえば都市と、農村っていう中で その都市生活のそういう社会の中の犠牲者ではないかなっていうところにもなっていくっていう、彼女の魅力が上がっていくっていうこの作品の面白いじゃないかなと思いました。これはまあ皆さんの意見もいろいろあると思うんですけど、割と彼女自身が、まあ、読み手にとってどう取るかっていうところを結構すごくレイヤーがあるっていうのは面白いところかなと思いました。なのでかなり褒められているところが画面で映ってますけど、まあ、それはちょっと置いとくとして、一個押さえておきたいところは、まあ、そんなロシア文学って時に今日参加している方はあと5分ぐらいで終わるんで、はい、お付き合いください。あれ、帝政ロシアって何なのって時に、やっぱロシアって結構ね、多分日本とちょっと似てる気がして、結構独特なんですよ。イギリス文学とかそのフランス文学っていうのは割とそこまでの流れっていうのは結構あるわけですね。シェイクスピアから始まって、まあまああるわけですけど、ロシア文学って結構フランスとかイギリスと違うところの面白さっていうのは、そもそも、帝政ロシアまで文学はなかったんですよ、この国は。それはどういうことかというと、直接的には、文字が読める人がいなかった、もしくは文字がなかったっていう、具体的にないっていう、全くこう文学なかったっていうこの感覚っていうのはすごく面白いなと思っていて、それはロシアはキリスト教とのこう葛藤ですね、カトリックとプロテスタントの対立もなかった、その主流ではなかったので、その、まあ、いわゆる辺境だったので、そういった葛藤がなかったから、神と向き合う中での人間のこうどうのこうって人文主義であったりとか、あとカトリックとプロテスタントの宗教改革ってものであったりとか、あとこうイタリアで起きたルネサンス、1500のレオナルド・ダ・ヴィンチとかいう、 こう、文芸復興みたいなものって全くなかったんですよ。なのでイコールロシアというものは、このすごく特殊な時期なんですよね。つまり全くロシアという国はもう本当にもう辺境で何もなかったっていう中で、ロマノフ王朝っていう、日本で言えば徳川家康みたいな300年続く王朝、ピョートル1世という人が、今のプーチンが大好きな人で家に飾ってるらしいですけど、その人が統一してくれたおかげでようやく帝国という形で落ち着いたことによってようやく文学生まれてきたっていうのはすごく面白いなと思っていて、つまり江戸時代もそうなんですけど、江戸以前っていうのは人が死んだり殺されたりみたいな、生きたり死んだりみたいなことやってるから、なかなか落ち着いて文学って話にならないんだけど、よく回るとも帝国という中で安心され、セーフティーネットが安心されたからこそ文学が生まれていて、その中で今日はトルストイっていう話をしてますけど、ものすごくこの19世紀から20世紀あたりっていうのが1800年から1900年が厚すぎるんです。これすごいなと思っていて、僕改めたんですけど、ここに画面出ている、ジューコフスキーとかプーシキンとか、いわゆるこう、チェーホフっていう人がいてますけど、このあたりのちょっとこう、ドストエフスキーはちょっと前の世代もめちゃくちゃキャラクターが豊かで、面白いんですよね。それがもう全然その、二部帝使命とか日本の明治にリアルタイムに影響を与えてるんですけど、この辺りの作家のクオリティというか密度の高さが半端ないなっていうところはすごく思いました。なのでそれぞれキャラクターが立っているんですけど、例えば、今日のアンナ・カレリナの直接モデルになってると言われる人は、プシキンのって言われる人の、娘なんですけど、娘って言われてるんですけど、このプシキン自体もめちゃくちゃ立っていて、詩人でめちゃくちゃ女にモテまくっていて、最終的になんか血統エピソードがあって、血統して死んでいるんですけど、なんか大事だけどよくわからないけど、プシキンがまずキャラクター濃すぎるって話が思いがあったりとか、あとそれぞれの影響を与え合っているドストエフスキーであったり、ゴーゴルであったり、ゴンチャロフであったり、レスコフはトルストイと仲良かったんですけど、とか、
シェドリンであったりっていうツルゲーネフっていうこの辺りねめちゃくちゃ熱いんで、なんかあの僕もあの全部が読めていないんですけど、これすごいなと思いました。なんかなんとなくあの同時代においてものすごい人が現れるっていう時代ってあると思うんですけど、この帝政ロシア時代っていうのはそのなんだろう、文化としては結構、まあ、政権としては問題があった部分もあったと思うんですけど、このなんかあの作家の密集度すごいなと思ったりしました。でこれをなぜ僕が熱く言ってるかというと、この後にトロストイの影響があったりとか、まあ、いろんな影響があってロシア革命起きるじゃないですか、日露戦争が終わったでソ連とか起きるじゃないですか。でソ連になってから実はロシア文学って一回ディストピアになってるんですよ。つまりソビエトになってきた時にあの帝政ロシアっていうのは実は文学においては意外と検閲もなくて好き勝手にできたんですね。なんで恋愛とか書けるし、正規批判とか結構自由度が高かったんですけど、帝国だけど。でも、ソ連になった時に、実は全部ダメになったんですよ。つまり文学というものは、全部、あの、社会体制の強化するために書かないといけないっていう制約があったので、みんな亡命したりとかしていったんですね。それは、あの、まあ、していったわけなんですけど、そういったところで、実はあの、これ僕はフリーペーパーもしてなくて、あの、サミスダートっていう地下出版があるんですけど、なんか自由な作品を発表しようと思ったのは、帝政ロシアの時はできたんだけど、それ以降から19世紀から、あの、現代ロシア、ソ連が崩壊するまで一切できなかったんですよ。っていうことを考えると、この時代の奇跡的なことって、ほんまもう奇跡の世代じゃないかなっていう意味では、ちょっと僕なんか調べてて、熱いなこれって思ったりとかしてました。であとはすいません、あの、端折っていきます。この作品においてやっぱアンナ・カレリナっていう話があると思うんですけど、アンナ・カレリナモデルって話もいっぱいあったりするんですが、マリアさんっていうね、あの、プシキンの娘と言われています。肖像画はここに残っていて、前半部分で、その、なんか、パーティーに行くシーンがあるじゃないですか。その時の、この、最初のこう印象的に残すこのアンナ・カレリナシーンっていうのは完全にこの肖像画と一致していると言われていて、いかにトルストイが写実的に描いていた、つまりリアルに描いていたとか分かるっていうことがよく出てくるんですけど、黒髪の巻けと花の首から真珠を組み飾ったんでね、あの、いわゆるこう、あれですよ、社交界の花形として印象を残すシーンがあったと思うんですけど、その時の描写っていうのは、この肖像画元に描かれているってこと、まあ、実際会った人が描かれてるって話があったりとかするっていう話ですね。で、この時になぜ彼女がその大人の女としてかっこいいかっていうシーンを、トルストイが忍ばしているのが、この、あの、髪の、花の首飾りっていうところはもうちょっと細かくて、三色スミレっていうのを入れてるのが熱いという話があって、この三色のスミレが、この、よいしょよいしょ、この女性のここの頭にあると思うんですけど、この三色のスミレっていうのは、愛情のシンボルで、ロシア語ではそもそもアンナっていう、このアンナカレリナことを指しているところまでおしゃれだっていうところをトルストイは忍ばせているっていう話は、いや僕もこんなこと知らなかったんだけど、あのトルストイのアンナカレリナの作品っていうのは、あの言葉に一切無駄がないっていう、絶賛を浴びてるシーンっていうところでこの話が出てくるってことを言います。あと、アンナカレリナをウィキペディアで調べると、このグラムツコイっていう、あまり僕は正直知らない作家だったんですけど、見知らぬ女って作品が出てくるんですよ。これは、北方のモナリザとか、いわゆる美術史における、美人、美女、美女っていうのが絶対出てくる絵なんですけど、これもアンナ・カレリナをイメージしていると言われていて、こっちは、あの左のさっき言った人は実在の人なんですけど、こっちは完全な架空の人で、クラムスコイっていう人が、トルストイの肖像画を担当していたんです。なので本人自身もロシアではもともと無名な作家だったんだけど、いわゆるこうトルストイがこうアンナ・カレリナってい う, こう架空の女の人を考えて、まあ、モデルはいるけどって話をしてたような時に、まあ、これがだから、どちらかといえば、後半というか若干いろんなものにこう気だるくなっていった、人ではないかなってことで、あのよく美術史において出てくるってところがあります。なので、テーマとしては今日もあの皆さんの中で意見が出てくると思うんですけど、最後アンナは正直死んでると思う、死んでますよね。死んだ時に、このアンナの自殺をどう取るかっていうところは結構この本を取り上げるとね、大事なのかなっていうところで、いろいろ言われてると思います。まあ、具体的には、自分の罪を罰するためなのか、つまり、両敏っていう純愛に対して自分は不倫の愛だったからって、自分を罰するために自殺したのか、もしくは自分が死ぬことに誰かに迷惑をかける、復讐をすることができるってことなのか、もしくは、自分が自殺するという選択肢しか、自分が自分でいるための選択肢がなかったんじゃないかな、みたいな。まあ、そんないろんなことを、まあ、考えることができるんじゃないかなと思いました。これは後半の読書会で、まあ、また画面出しますけど、4本出てくるので書けるっていうのがあったりします。で、あとは僕2つスライド出しますけど、結構、やっぱりね、聖地になってるんですよ、トルストイさんは。
なのであのトルストイは、どこで作品を書いてきたっていう中で、いわゆるこうヤースノヤボレアナっていうちょっとロシア語なんで僕も滑舌悪いですけど、いわゆる親からもらった豪邸のある豪邸で書いているって中で、ここがトルストイと言われる人がずっと作品を書いていたっていうところなんで、今もロシア観光地に行ってあの聖地ツアーになってるんですね。なぜならこのトルストイが住んでいた自宅って今トルストイの邸宅博物館で一般に公開されてるっていうことなんです。で、ともう一つはあの彼はあの作品には出てきませんけど、アスターナ・ボベア駅っていうその自分の家はもともと自然豊かなところにリンゴ農園があってすごい、まあ、いわゆる居心地が良かったんだけど、家の前までこの中津みたいなお話であれなんですけど、鉄道を通されたんですよ。でその中で起きた事件、いわゆるこう飛び込み事件がこの作品の、実際に起きた事件がこの作品のモチーフになってるんですけど、彼が、まあ、そんな鉄道っていうのが最初のあたりに出てきたりとか、鉄道遊びであったりとか、最後鉄道の飛び込みシーンってあると思うんですけど、ここも結構重層的なところがあって、そんな本人も鉄道で死んでるわけですよね。ここの駅で死んでるんですけど、あの自宅の隣駅です。一つ隣の駅で亡くなってるらしいんですけど、まあ、そういったアスターボバ駅っていうのがトルストイ駅って改名されてるんですけど、これがすごくあの当時においてもすごかったらしくて、トルストイがあのこのここで死んだ時にもトルストイの遺体ですよね。あのまあ、いわゆる既得ですよ。あの死んだのは病院みたいですけど、その中でこうテレビカメラがいっぱい来たみたいなのがあって、そのトルストイと家族の関係みたいなのがあって、なんか映画になってるんですよ。2008年の映画らしいので、僕まだ見てないんですけど、これかなり名作らしいので、あのアンナ・カレリーナ自身も、ものすごく宮沢りえも基本演じたりしてるんですけど、ものすごくいろんな方がやってますけど、あの、トルストイと家族っていう、このなんか最後の駅みたいな、ラストステーションがなんかタイトルで、この映画ちょっと僕見たいんで、もし興味があれば、あの 見たいなというふうに思っています。まあ、そんななんかトルストイの保管って、イメージの保管ですね。最後に、ウィキペディアになんかあの、セネマ、幸太郎、三郎、背中夏葉っていうのが出てきたんですよ。で、これちょっと僕興味で調べたんですけど、これもちょっと熱かったんで、あのその他として報告するんですけど、誰って話ですよね、瀬沼さん。瀬沼夫婦なんですけど、誰って話ですけど、これはあのアンナ・カレリーナの初めて日本人で翻訳したって言われているお二人なんですね。で、これは、あとアンナ・カレリーナとちょっと結びつかないんですけど、さっき、そのロシア文学、ドストエフスキーとか、トルストイとかっていうのは明治の文学にかなり影響を与えて、森鴎外とかに影響を与えて話をしたと思うんですけど、そんな、トルストイの作品を翻訳していた夫婦ってところであのウィキペディア出てきたんで調べたんですけど、これもすごく面白くて、何が面白いかっていうと、そうですね、あの具体的には、尾崎紅葉と言われるね、あのいわゆるこう西洋の文学をどんどん翻訳してこうあれですよ、今昔夜叉とかね、作品書いてる人がいてたと思うんですけど、やっぱその人の弟子なんですね、この奥さんが。で、奥さんの方が有名で、あこっちの方はあまりこう、まあ、微妙、まあ、微妙というかあの、エリートであのロシア語はすごく良くて、それで学んだ夏葉さんっていう人が、ロシア語を身につけて、英訳から日本語に翻訳するんじゃなくて、ロシア語が直接翻訳できるって形で、ロシア文学をこう翻訳していったってことで、具体的にはチェーホフと言われる、演劇関係で有名な人が、チェーホフを初めて日本で翻訳したって形で、40歳亡くなった女性の方が結構出てくるので、この話すごく面白いなと思っていて、特に、この夫婦がどうやったって話もありますし、この、ナスアさんってキャラクターが超立ってるんですよ。何が立ってるかっていうと、ナスアさんはこんな方なんですけど、こんな方なんですよ。ちょっとまあ、美人かどうか人によって、あの、判断が選ばれてるんですけど、この人ね、僕漫画化して面白いんだと思うんですけど、これ左チェーホフですよ。旦那じゃない。旦那さん写真がないんでわかんないですけど、あ、この人ね、なんかあの、ロシア文学を翻訳するために、なんかあの、この格好で一人で当時ですよ当時ですよ当時一人でロシアにフラット旅行行ってたりとか、あとなんかかなりなんかあの女性だ男性偏見も結構自由だったりとか、なんとも自立した女性としてすごく面白いんですね。なんでちょっと僕この人まだ掘り下げてないんですけど、多分明治ってまだまだその女性が女性であることってすごく難しかった時代だと思うんです、明治初期っていうのは。でもこの人があのロシア文学を学ぶことによって、まあ、なんでしょう、直接的にロシアと接していたりとか、ロシアに直接電車旅行とかしてるとかっていうのがあるんですよ。これ結構、調べると面白い話になっていくんじゃないかなと思うので、ちょっと今日、アンナ・カレリーナとかトルストイとかずれますけど、ぜひ言ってます。で、もうちょっと売れると、ただ彼女はやっぱり当時の時代だと思うんですけど、実際にはトルストイの文学とかも、だから翻訳してるんですけど、
トロストイとのやり取りは旦那が全部やってるんですよ。だから旦那は、トロストイは旦那には、俺の本を翻訳してくれてありがとうってことを言ってるんですけど、彼女の名前一回も出てこないっていうちょっと歴史ミステリーもあるので、そこがどういう思惑があったのか、いろんな思惑がありますよね。一つは、当時の時代、トロストイ自身がこう社会活動してたので、旦那が、奥さんに危害が及んだらダメだから自分がってことをやったっていう推測も成り立ってます。一方で、これフランキッシュ大っていうまあ小説がイギリスにありますけど、当時はやっぱり女性が弱かったので、やっぱりやるとにおいては実際の仕事は女性がしてたけど、前面に出すのは男性じゃないといけなかったから男性がやってたケースっていうのも想定できます。これも想定できますね。で、あとチェーホーっていうのもすごいまあ面白くて、チェーホーのやつをなぜ彼女が翻訳したかっていうと、彼女は子育てを全部押し付けられたんですよ。なんでさっきロシアに一人で行ったって話を、ちょっとなんかめんどくさくなったかフラッと行くみたいな自分探しに行くんですけど、子供一人連れて行くんですよ。すごくないですか？子供を一人背負ってこの格好でロシアに行くんですよ。この着物で行くわけですよ。下駄で行くわけですよ。これすげえ子だなと思ってて、なんか彼女のまあパーソンって、僕パーソナリティ全然あれですけど、なんかいろんなところが読めるなって時に、まあトルストイの翻訳、アンナカイの翻訳ってところに行って、まあズレで行ってもいいし、チーフの作品はおそらく課題としてに設定していると思うので、こいつかと思ってまた思い出してほしいなと思って、僕が今熱く語っているっていう話です。